皆さんこんにちは。本日エンゼルスはねオフということで、大谷さんも含めね試合はありませんでした。で、まあ、今日はですね前田投手がオープン戦に2回目ですかね登板しまして、4奪三振3回4奪三振1安打ということでね、まあもう素晴らしいですよね。で、まあ、変化球のね、外への、まあ、コントロール、まあ、その辺でね三振を取ってましたし、まあもうすでにね開幕しても OK な状態にはね仕上がってるなという印象ですね。まあやっぱり経験値ですかね。やっぱり調整がねうまいっていうのと、まあもともとなんかあんまりね日本時代からこう球数を投げなくなったっていうことなので、まあ日本の時からね調整法としてはね、まあメジャーもそんなに投げないのでね、まあ同じような感じで来れてるのかなっていう気がしますよね。で、日本の時にすごい投げてた選手っていうのはやっぱりメジャーに行って、調整ねするのがねこう球数が減らされるというか決められた球数をねしか投げちゃいけないっていうことになるので、まあその辺もね調整が難しくなってくるんですけど、まあ、前田選手の場合はねもう最初から、そんなに投げてなかったということでね、調整がまあ前からうまくいってるんでしょうし、まあ経験もね積んできて、もうほとんどね何の苦もなくというかね、調整できてるんじゃないかなということですね。なのでもう開幕がもう待ち遠しい状態までね仕上がってるんじゃないでしょうかね。松坂投手なんかはねやっぱりいっぱい投げる、調整法だったのでね、途中はやっぱり球数がね制限されて、まあ、苦労していたような感じはありますけどもね、まあ、やっぱりそういう違いもね難しいんでしょうね。あのメジャーに行く時もで、まあ今年からね有原投手まあ行ってどうなんですかね。この前2回目はねあの1回目よりかはこういいっていう感じだったみたいなのでね、まあうまくはね行っているのかなっていう気もしますけどもね、まあまだもうちょっと、もう1段階ぐらいこう上げていかないとね困るかなという感じですかね。それとですねちょっと心配なニュースもあって、前田投手のロスの自宅が、空き巣にこう入られたというかね、窓ガラスを割られて、で警報が鳴ってそのまま逃げたようなのでね、まあ、何かを捕らえたとか人的な被害はなかったようなんですけども、あとまあご家族は外に外出していたのかなということで、まあ人はいなかったらしいんですけどね、まあでもね怖いですよね。まあ何もね、ただまあ窓ガラスは割られましたけど、まあ何もなかったから良かったとは思いますけどもね。ただまあそういうことをやられたっていう恐怖はねまあ気持ち的には残るのでね、まあその辺のケアは心配ですけども、まあとりあえずは被害がなかったということで、まあ一つ良かったのかなと思います。続きましてですね、レッドソックスの、沢村投手ですけども、今日上原さんがね球場で見ていたということなんですけどもね、実戦形式のね、バッティング練習に登板して、打者4人ですかね3三振ということで、まあなかなかねいい状態だったようです。でまあ地元のね記者かなんかも、圧倒的なね、支配的な投球だったということで、まあ、スプリットとかも良かったみたいでね、まあ、あの調整というかあの合流は遅れましたけども、調整と、ね、練習とかはまあやっていたということなので、まあ、状態は、ね、そんなに遅れを取ってない状態なのかなっていう感じですね。で、まあ今日、ね、投げたということなので、まあ、近いうちにオープン戦に登板するということになると思いますけどもね、まあ、その時初めてこう試合の、ね、感じで投げるので、まあ、その時にどういう感じになるかなっていうのがね、もう一つ、課題というかね、まあ、やってみないとわからないところではあると思いますのでね、まあ、そこでまあ結果が残れば、いいんじゃないかなと思いますけどもね。で、まあ、希望としてはやっぱりゆくゆくは一番後ろで投げてもらいたいなっていうのがありますので、まあ、開幕は難しいと思いますけどもね、まあ、途中から状態を上げていって、まあ、その後ろに、ね、入るピッチャーとの兼ね合いもあると思いますけども、そっちよりいい状態だったら回されると思いますのでね、
まあ、そこにね、入れるように、まあ、とりあえずは頑張ってもらいたいかなと思います。続いてね、ヤンキース情報なんですけども、ブリットンが肘をね、手術するとかいうことで、なんか MRI とか受けてね、まあ、手術するらしいんですけども、まあ、おそらく3ヶ月か4ヶ月戻ってくるのにかかるような可能性もあるということで、まあ、シーズン半分は前半いないということになりそうなんですよね。これはちょっとね、痛いですよね。で、まあ、ねえ、チャップマンの前とかに投げるんで、で、まあね、チャップマンがいなかった時も、後ろに回ったりしてね、そのおかげでまあ、なんとかやっていけたっていうのはありますからね、去年とか。そのね、ピッチャーがいないとなると、ちょっとヤンキース、いきなりね、開幕から厳しいなっていうかね、まあ試練だなっていう感じがありますけどもね、まあなんとか、いる選手で補ってね、なんとかやってもらいたいんですけどもね、ちょっとね、開幕前から暗いニュースが入ってきましたね、ヤンキースファンにとっては。ということでね、それとまあ、あとヤンキース、今日、ガルシアですかね、3イニングで5奪三振かな、したということで、まあそのローテの中に入るかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけどもね、怪我人と、あとまあ DV 明けの選手がどうなるかっていうのがありますので、まあそれとの兼ね合いなんですけど、まあでも先発でね、こう育ててほしいなっていう選手の一人でありますので、まあ、本当に前も言ったんですけど、背はそんな大きくないんですけどね、なんか伸びのあるいい球を投げてるので、で三振も取れてるということでね、まあね、先発で使ってもらいたいなっていうのはあるのでね、まあ、なんとか、まあ、頑張ってね、その枠に入ってもらいたいなと思いますし、まあ最初はね、中継ぎ待機とかなっちゃうかもしれないんですけども、まあ頑張ってですね、まあ、怪我人とかね、その、まあ、連戦の合間とかで投げられたらね、投げるっていう感じになってくると思うのでね、まあいい状態をキープしてね、頑張ってもらいたいかなと思います。それとですね、ゲイリー・サンチェス、またホームラン打ったということで、まあどうなんでしょうね、今年調子いいのかよくわかんないんですけど、またシーズン入って、まあ打撃落ちてくるのか、怪我するのかっていう風になるかと思うんですよね、毎年毎年なんで。なんでまあ期待はしたいんですけど、過度な期待はできないということでね、まあもちろんね、バンバン打ってもらいたいんですが、まあ毎年そうは言ってないのでね、まあわからないんですけど、まあなんか今年はちょっとはいいのかなっていう感じがありますのでね、まあサンチェスも、放出されないようにね、頑張ってもらいたいかなと思います。ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。この上にですね、イチローさんの引退のね、時の日本の開幕戦の時にもらった、なんていうんですかね、これ、手拭いみたいなやつを貼っつけたっていうか、飾ってみましたので、どうでしょうかね。まあ、この辺はイチローさんグッズなので、まあ、バットとか、この1メーターとかね、ありますけども、まあ、ちょっと飾ってみました。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、あとですね、概要欄に、今日のね、試合のピックアップした、MLB 公式のリンク貼っときますのでね、ぜひ、そちらもね、いろんな選手のプレーが見られると思いますのでね、ご覧いただければと思います。では、本日はこれで終わります。